はい、こんにちは、こんばんは、ベンジャミンラボです。よろしくお願いします。今日はね、こちら、ででーん、 GeForce RTX 4070ログストリックス、ストライクじゃないよね、ストリックスゲーミンググラフィックスカード、 ASUS ですね。こちらのグラフィックカードとなってます。ログって言わないか、ROG か、ごめんなさい。ROG、ちょっと初めてなんでね。こちらを買ってきました。で、裏、見て。こんなこと書いたらいろんなこと。めちゃくちゃかっこいい。よくわかんないけどかっこいい。で、こちらをね、今回ね、つくもさんで買ったんですよね。つくものウェブショップで、こちらを購入しました。通販ですね。なんでこれ買ったのかっていうと、ほんと気の迷いです。真面目な話。なんで買ったんだろうって感じですね。確か9万6千円だかなんか。だった気がする。もう9万5千円ぐらい。10万しないぐらい。で、4070。これさ、もっと安いのあるんですよ。8万6千円とか。そんなもんで。でも1万円高くしたんだけど、これ。かっこよくない？だってこれ。ROG。ログじゃないよ。ROG。ログでもいいのかな？ ROG ストリックス。ログストリックス。ちょっとわかんないですけど。で、こちらがどうしても欲しくなっちゃって買いました。マジで気の迷いで買いました。なんかね、ポチっちゃったんだよね。そしたら次の日届いたよ。で、こちらのね、開封動画に今回はなります。まあね、多分、ただただ、かっこいいとか言うだけの動画になると思いますんでね。はい。こちらをね、買おうと思ってる方、多分買うと思いますよ。はい、かっこいいんでね。これね、4070じゃない、4080とかもこれあるんですよ。この形の。俺はね、正直もうこの形なら何でもよかった。で、この形、ROG のこのフォルムで一番安いのがこの4070だったんで、これにしたって感じ。別に俺 4070Ti、4070スーパー、何でもよかったです、正直言って。そんな別にこだわらないし。ゲーム性能とか。ゲームやんないしね、そんなに。でも、このフォルムが欲しかったんで4070にしました。本当は4080が良かったんだけど、なんかかっこいいじゃん、8の方が。ね。高スペックで。ただ、買えない。高い。うん。で、こちらにしました。で、まずはね、開封してきますんで、パン。はい、それではね、開封していきましょう。ROG ストリックスゲーミング。ASUS でね。で、光る系のめちゃくちゃかっこいいグラフィックポートです。こちら開封していきます。これ。テープ。まっさらと、まっさら。まずは、斬鉄剣でね。緊張すんな、でもちょっと。ね。おー。初めてですね、こんな10万円ぐらいの。あるわ、買ったこと。あったあった。マイニングやってん時もっと全然高かったわ。15万とかしたわ。3080。これさ、うまいこと開けられなくない？グラボのこの、ここって。結構破れる時ない？ここ、ここら辺とか。今回破れなかったけど、こことか。グラボ開けん時ってわかる？それ。じゃあ開けてきまーす。オープン！ギアー！ギア出てきた。ROG ストリックス。こういうのがあるよね、これね。ROG ってこういうなんか、うわーみたいになってるんですね。オープンします。オープン。うふ。もう絶対かっこいいじゃん。絶対。絶対。うわ、絶対かっこいいでしょ、多分。うわー。お、おめえし。でっか。あ、これなんだ、電源。噂の。8ピン8ピンの変換でこれ。知ってる？これ。思いっきり奥まで刺さないと燃えちゃうとかいうやつ、これ。よくやってんじゃん、最近。4090燃えましたみたいな。これなんだ。ね、これ。と、なんか、止めんやつだね。ケーブルね。何これ。グラボステーだ。グラボステーいるよ、絶対これ。だって重すぎんもん。マジで。かわいいね。でも長尾さんの俺持ってるからね。そっちの方がいい可能性もあるよ。はい、そしたら出していきます。いや、重い、マジで。重いし、でかいし。で、中には、こっち系。説明系ですね。説明系が、なぜか折れてる。そんで、何？これ何？出た。出た、これ。これいらなくね？はい、説明書各種ですね。これ、ただのシールとかの方が良くないですか？皆さん。ね。はい、それではね、開けていきましょう。ちょ、丁寧にね。普段めっちゃガサツなんだけど、ちょっと丁寧に。で、いきますよ。オープン！でっけえ！でっけえ！いや、ほんといい。ほんとにいい。まず、でかいし、重い。うん。これ、でかすぎじゃないですか？はい。
太すぎじゃないですか。そして、はい、あのね、マジで太いしでかいよこれ。太さがですね 6.5 センチありますからね。 6.5 センチ、長さはね多分32センチぐらいだと思う。15、15、31センチとかそんぐらい。太さが驚きの 6.5 センチ。だって見て、こここれニスロだけど、こっちにすげえ出てきちゃってんだ。だ結構ね、ケース選ぶかもしんないねこれ。で裏、うわ裏もかっこいいな、いちいちね。で下ね、で正面かっこいい。なんかペリトンのもったいないね。でこちら、あ、なんかファンケーブルついてるね、ここに。これファンケーブルだよね、違う、ちょっとわかんないですけど。でこちらがほら、これですね、噂のこれを刺すと、これちゃんと刺さないと燃えるってやつですね。いやーかっこいいなー。あ、そんでこれはこのインターフェースになってるのは HDMI DP、 HDMI DP、 DP、 DP3 の HDMI 2個ですね。これ SS 多いですよね最近。こんな感じですね、見た目は。めちゃくちゃかっこいいけど、ちょっとでけえな、ほんと。不定し。ちょっとびっくりしましたね、なんかマジで。でかいんじゃない、ちょっと。で、ちょっとペリ取ってきましょうか。ね。今度ね、別にペリ、取れませんね、ペリ。うまいこと。ね。ペリ取れますね。なんか丈夫なペリだね、丈夫なペリ。おお、ペリ取るとまたちょっと質感が変わってマットな感じになりますね。ここにもペリがついてる。ここにもペリがついてますね。はい。で裏のペリ、裏のペリも取ります。あー、裏のペリは気持ちいいわ。あー、快感って感じのペリ。裏は、はい、取りました。はい、こちらが ROG ストリックス RTX4070 となってます。いいでしょう、最高のかっこよさです。そしたらね、今度 PC に乗せていよいよ乾燥させてベンチなどやっていきたいと思います。いくぜ、ボン。はい、そしたらこちらのシステムに組み込んでいきましょう。こちらシステム説明します。まずはね、 AM5 のシステムになります。ライゼンですね。はい、そんでライゼン 5 7500F CPU かね。そんでマザーボード、アースロック B650 ライブミキサー。そんでメモリーが DDR5 6000 のスピードの 8GB8GB の 16GB。 なんかこれがやっぱ少ないと思うんだよね。 16 だよね今ね、主流はね。でもなんか俺88でいいかなと思ってこれ買っちゃったんだけど、ちょっと失敗したよね、うん、っていう感じですね。そんで電源が 1000W 黒子のあるんで多分足りますよね。結構多分電力使うっぽいんだけどね。こちらでかいでかい。そしたら組み込んでいきましょう。いきますよ、ガッチャンしますね。うわ緊張、ガチャン。はい、入りましたけど、なんか重いんだろうね、なんかもう、いや重い、なんか重いって感じ。マジマジ、単純になんか使ってて不安なレベルで重い。いや重い、だってでかくない、マジで。でかすぎだよね、でかすぎだと思うよマジで。そんでこちら、これポイントですよね。こちらをちゃんとはめないと、どうやらね、なんか火を吹くとかちょっと聞いたことあるんで、これちゃんと入れましょう。いいっすね、奥までガチッとはめました。ここポイントみたいなんでね。はい、それでもちろんなんですが、こちら、こちらね、8ピン8ピン、これ別で取りましょうね。もちろん何ワットなんだろうね、ちょっとあんまわかんないんだけど俺。で別取りで8と、これ1本から88取れる時あるじゃないですか。それはやめた方がいいんじゃないですか一応。はい、88ちゃんと取りました。でちゃんと差し込みましたね、大丈夫だね、ちゃんと刺さってる。 OK、 これが組み込みになります。マジででかいっす、ちょっと、ね、不安になるぐらいでかいんで。そしたらね、起動確認やってきますんで、いくぜ起動確認。起動確認いくよ、スイッチ入れます、マザーボードね。はい、スイッチ、はい、マザーボード光りました、通電してます。だってさ、これ15インチだよ、一緒だよ幅、やばくない、そんだけでかい。厚みもあるし、全然重いし、これ。これ、子猫ぐらいあるよ。重さ、子猫ぐらい。もっと重いかも。いきますよ。新品で買った ROG ストリックス Asus ですね。GeForce RTX4070。起動確認いきます。スイッチオン。回った、光った、来た、映像、やつロック、あっちロック来た。
カミカミ、起動してきた。おー、普通についたよ。とりあえずは安心せ。10万だから。やめて。10万だから。変なトラブルはいらないよ。やめて。そしたらまずはドライバーをぶち込んでいきましょう。なんかドライバー最新の結構ダメだとか言うんだけども、最新の入れちゃいますね。ちょっとわかんないんでよく、そういうの。なんか不具合があるとかたまに言うじゃないですか。安定版があるとかないとか。なんか、でもちょっとわかんないんで。すいません。はい。大丈夫でしょ別に。壊れやしないでしょ。で、ドライバーなんてこうやって簡単に入れられるんで、調べて入れれば。RTX4070 ドライバーって検索するだけです。そうすると、別にクリック3個4個でドライバーインストールできますんで。最新バージョンですね。いや、かっこいいなぁ。ここ光ってさ、ここの周りが光るんだよね、この縁が。そんで、この辺は光らないと別に。でも色がさ、青と赤ついてて、かっこよくない？そんでさ、このフォルムかっこいいんだよね。四角なの、これ。四角。真四角なの。めちゃかっこいいと思います。一旦再起動します。はい、ドライバー入れ終わりましたんで、とりあえず GPU-Z から見ていきましょう。はい、GPU-Z。はい、GPU-Z。NVIDIA GeForce RTX4070。GPU が AD の104。テクノロジー5ナノミリメートルですね。で、ASUS ですね、メーカーは。で、VRAM が 12GB ぐらいですね。俺にわかると思う。はい。あとはちょっとわかりません。でもまあ、いいね。うん、いいですね。続きましては FF14 ベンチ行きましょうか。FF14 ベンチ。FF14 ベンチ新しくなったんですよね。最高品質のフルスクリーンモード。で、ここ。ここ新しい機能ですよね。ここに NVIDIA ドレス。DLSS っていうの。ドレスじゃないよね。ごめん。ここで。AMD か NVIDIA グラフィックボードによって選べます。 NVIDIA の DLSS これを使うと。で OK で、フル HD です。すいませんけどモニターをね、僕フル HD のしか持ってないので。したら行きまーす。スタート。あ、まだファン回らない。まだファン回らない。回った。あ、ちょっとコイル泣きするんだね、なんか若干。いや、かっけーなー。でもで数値なんですけど、 GPU 温度50度、使用率99、優秀。170W ぐらいだから、そんなでもないな、4070って。FPS は300とかだね。いやー、これで何でもできるでしょう、きっと。でね、今回なんでこのね、4070買ったかって言いますとね、AI やりたかったんですよ。ステーブルディフュージョンとか、そっち系の AI でお絵かきするやつ。そんで、こちら買いました。GeForce、NVIDIA ね。本当はね、ラデオン、AMD のが僕好きなんですよ、本当は。なんか、NVIDIA ってなんかいいものな感じがして、スト2でいうさ竜と剣みたいな感じ。あんまね、竜と剣好きじゃなかったんですよ、スト2時代から。どっちかっていうとエドモンド・ホンダとかブランカとかそういうの好きだったんで、だからね、ラデオンの方が僕好きなんだけど、やっぱね、 AI でお絵描きするとなると、やはりね、ステーブルディフュージョンやりたいなと思うじゃないですか。その時に NVIDIA ばっかしなんですよ、優遇されてるというか。いろんなね、 YouTube の見るとやり方とか方法とか、そんでわざとさ、複雑な方向に行っちゃうとやる気ってなくなっちゃうじゃないですか。だって全然わかんないんだもん、スティーブ・ディフュージョンのやり方とか。そういうのさ、鼻から調べてやるときに、確実に NVIDIA の方が話が早いと。別に多分ラデオンでも多分できるんですけど、複雑なやり方、あとこの機能が使えないとか、あの機能が使えない、あれはちょっとまだできない、あれは途中までしかできないってことが多いと思うんですよ、きっと。だから普通にストレートに簡単に始めたいんで、 AI お絵描きを。だから今回 NVIDIA にしました。そんで選んだのが4070です。というだけですね。別にね、3060とか3070、3080とかでも良かったんですけど、やっぱそれを新品で買うのもなんかじゃないですか、30を。で、30中古で買っても良かったんですけど、やっぱですね、30系の時代ってマイニングがすごい時代だったんで、やはりね、マイニングされてるんですよ、中古は絶対に。うん。ほぼされてると思う。そう思った時に中古買うっていうのはないなと思ったんですよ、30系を。で、新品だってなった時に、新品で30、40ってなった時に、やっぱ40買うじゃないですか。だって新品で買うんだもん、どの道。1、2万ぐらいしか買わないんだもん。で、こちら買いました。っていうのが意図ですね、今回。だから別にゲームやりたいわけではないんですよ。なんでもよかった、だから別に。だからむしろこだわりたかったのは VRAM ですよね。はい。だ本当は VRAM 20GB とか積んでるのが良かったんですけど、16GB とかね。これ 12GB でちょっと残念仕様なんですけど、まあ12あればね、最低大丈夫だってなんか書いてあったんで、
こちらにしました。で、4070じゃなくてもよかったんだけど、なんかかっこよくてさ、これが。ROG ストリックスが。もうそれだけです。はい。どうせならかっこいいの買いたいなと思って。だって別にこだわんないから。性能にそんなに。したらやっぱかっこよさがいいじゃないですか。してこれにしました。だってかっこよくない？圧倒的じゃないけど、もう一個本当はね、すごい欲しいのあったのよ。それはね、4080MSI のやつ。あれ光んないやつじゃない？なんか、トゲトゲしいやつ知らない ?MSI の。めちゃくちゃかっこいいよ、あれ。でもあれ高いんだよ、4080で。25万ぐらいするんじゃない ?22 万とか。で、買えなかった。本当あれが欲しかった、一番は。次がこれって感じ。でも、第二候補は買えたからね。よかったっすよ。まあ、話変わりますけど、この FF14 ベンチ変わりましたよね。なんか俺、そんでさ、FF14 ちょっと始めてみようかなと思って、なんか、急に。FF はね、やってきたんですよ、僕。しかも2から。FF2 からやってきましたからね。ファイナルファンタジー2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ぐらいでやめましたね。確か。ただそこまでは全部やってますから。ケアルがホイ見極めたらケアルですから。はい、出ました。非常に快適。21,649。フル HD 最高品質。2万ですね。2万台出るといいね、なんかね。気分いいね。はい、続きましては FF の一応15ベンチ。あんま FF の15ベンチ僕やんないんですけど、高品質、フル HD、フルスクリーン、スタート。はい、久しぶりの FF15 ベンチ。これ無駄にエロいよね、このお姉さん。なんでだろうね。別にこんなさ、ね、水着あれ。下着出さなくてもいいよね、別に。久しぶりですね、FF15 ベンチ。なんか FF14 ベンチあって FF15 ベンチ2つやるのなんか濃いなーと思って最近やってなかったんですけど、まあ、せっかくのね RTX4070 なんでね、今度はちょっとやってみましょう。なんかね、あとね、なんかなんでね、この AI のお絵描きステーブルディフュージョンとかやってみようかと思ったかっていうと、なんかパソコン俺さ作っても全く触んないんですよ、 Windows。 なんかそうやった時になんかなと思ったんですよ。別にゲーム目的でパソコン作ってるわけでもないし、いじってるわけでもないし。そんでちょっと前っていうか、結構前はマイニングってのがあったから、結構面白く遊んでたんですけど、もうそれなくなっちゃって、なんかちょっとした趣味じゃないけど、なんていうのかな。なんか、意義。特に最新機種とかで作る意義がないなって感じちゃってて、少し。で、ジャンクでまあ遊ぶのが好きだからジャンクで遊んでたんだけど、結局それもなんかなーと思っちゃって、そんで AI それに活路を見出そうと思って、で今度やってみようと思ったわけですね。で基本的に触ってるのは MacBook なんで、編集とかも全部だから、編集とかをね Windows でやればいいんだけど、やっぱしね MacBook で編集楽なんですよね。どこでもできるんで、外でもできるし、外出先でもできるし、自分の部屋じゃなくてさ居間とかでもできるし、リビングでもできるし、だってノートなんで、と思った時にやっぱり編集は Mac の方がいいかななんてちょっと思いますね。はい、ちょっとベンチの方なんですけど、 GPU 52度、いいね、低い。使用率はいい感じ、99で、 CPU が76度、これもまあまあ冷えてる。で使用率 54%、 いいですね。でワット数が4070って結構使わないんだね。160とか200いかないぐらいなんだね。すごい優秀じゃない？そしたら FPS もまあまあ出ると。これ、ほんと使わなくなったら息子にあげられるよね。ワット数160とかそんぐらいならね。これがさ、ワット数300ワットとかだったらさ、子供にちょっと渡すのあれだよね。だってあいつすっげえ使うからさ、ずーっと。長い時間。300ワットずーっとやられるとね、電気代とかもちょっと気にしちゃうじゃん。でもこんぐらいの使用率ならね、いいよね。うん、いいの買ったかもしんない。ちょっとでかいけどね。箱を選ぶけどさ、PC ケース。でかいな、でも。ほんとでかい。その分やっぱ冷えてるもんね。GPU の温度全然上がんないもんね。優秀だよね。あれ？落ちた。トラブル発生。トラブル発生。落ちました。落ちました。なになになに？やめてよ。落ちました。ドラクエ15ベンチで。やばくね？何事？ちょっともう一回。スイッチオン。はい、トラブル発生。FF15 ベンチ中に落ちました。強制終了。まあいいけどね。別に。新品で買ってるし、返品できますからね、別に。交換できますからね。でも別に、何が原因なんだろうね。ちょっともう一回 FF15 ベンチやらせてください。温度とか全然問題なかったんですけど、メモリーっすかね。
はい、2周目です。まさかこれがドライバーの不具合。いや、これで次落ちたらもうちょっと問題ありだよマジで。たまにさ、この画面でさ白くなんじゃん、ピカンピカンって。これがなんかね NVIDIA のドライバーの不具合らしいよ。どうやらドライバーは最新です。今日がですね4月の22日、2024年4月の22日時点で一番新しいドライバーを入れております。 NVIDIA さんから出てるやつ。 FF15 ベンチャー CPU の温度結構上がるんだね。80度とかなってるよ今。はい、さっきこの辺で落ちました。頼むよ、行けよ、やめろよ、落ちないでよ。落ちる要素全くないんだけどね、温度とか見ても使用率見ても。やめてよ、やめて。あ、通過した。何だったんだろう。ふぅふぅ、怖かった。買ってすぐ不具合嫌じゃん。やめて、初期不良は。嫌だよ、そんなの。え？落ちた！マジ？嘘でしょ。あ、ついた。何だったんだろう。何？なんか調子悪いな、少し。はい、非常に快適。15,324 なんですが、なんか決して快適じゃないですね。なんか、うん？画面が黒くなっただけ？まさか。それだったらマジでやばいよね。茶番だよね。ほら、何も触ってないとさ、こっち系。何も触ってないと黒くなったりするんじゃん。それ？それだったらやばいよね。マジで茶番だよね。そんなことはないとは思うんですけどね。まあ、気を取り直して。フォートナイト行きましょう。はい、フォートナイト行きまーす。ゼロビルドですね。はい、設定ですが、FPS を無制限ですね。こんだけでいいです。適用。FPS を無制限にしただけ。あとはデフォルトです。なんかね、貧弱なグラボならね、パフォーマンスモードとかにするんですけど、別にそれもしてません。そういうのは。これ貧弱ではないのでね、決してね。知らないよ、あんなの。ちょっと、もう一回やらして。もう一回。ごめんなさい。あれ、何あれ？何あれ？自殺じゃないですか。やめてくださいよ。知りませんよ、あれで。やられちゃうのは。ちょっと、待ってください。ちょっと FPS とか、何にも測れずに終わってしまったんで。はい、すいません。もう一回行かせてください。はい、すいません。もう一回行かせてください。ジャックリックしました。FPS は290、270、300、300近く出ます。280ですね、平均。290とかめちゃくちゃいい。まあ、いいのは知ってるけどね。4070ね、さすがにね、10万したからね。95,000ぐらいね。ね、いいですね。これぐらいあるとね、やっぱいいよね。ゲームやってても気持ちいいよね。大丈夫ですね、全然変な感じは何もないですね。で、ボトルネック云々はちょっと僕わかんないんで、そういうことはまあ、もっとね、詳しい人がいるので。ただ、ちょうどいいぐらいなんじゃないの？もしかしたら。Ryzen 5、7500F と RTX 4070って。ちょっとわかりませんけど。あ、いいですね。フォートナイトは完全にできます。続いてはね、Apex 行きましょう。Apex。はい、Apex 来ました。はい、Apex はですね、射撃訓練場ですね。設定なんですけど、垂直動機だけ。無効で、あとは何も変えません。やっぱ 144fps で固定されちゃうのかな、これ。それの解除方法がわからないな。垂直動機無効なんですけどね。あ、やっぱしダメだ。 144fps 固定されちゃうわ。それ以上出てもしょうがねえぞってことなのかな。素晴らしい画像ですね、画質といい。あ、 OK、 いいですね。ちょっと144固定になっちゃうんですけど、 fps ちょっとわかりませんね。はい、解除の仕方が。か、こういうもんなのか、Apex は。Apex は大丈夫ですね。完璧できますね。はいはい。今回は見てきました。Asus ROG Strix GeForce RTX 4070。95,000円ぐらい。かっこいいね。性能云々はいまいちわかんないけど。かっこいいでしょ、だってほら。この光り方とかどう？この、独特だよね。ね、光り方が独特ですよね。この。そんでこの真四角。四角いフォルムもかっこいいし。あえてこの辺は光らないと。それがまたいいでしょ。めちゃくちゃかっこいいです。ほんと気に入りました。
なんかね、FF15 で、ベンチマークで、なんか一回不具合あったけど、それよくわかりません。あれは別に不具合じゃなかったのかもしれない。ただ時間が経って、暗くなっちゃったのかもしれない。マウスとか触ってなかったから。ちょっとわかんないですけど、それをテンパってただけかもしれない。よくわかりませんけど。だったらマジで茶番ですよね。で、今回はこれを買ってほんとよかったですね。で、こちら注意点。とすればこのケーブル。なんか新しいケーブルじゃないですか、規格の。変換かませるんで、これちゃんと刺さないと変なことになっちゃうと。ね。燃えちゃうって話ですね。あと、ほんとバカみたいに太いんで、6センチあるんで、6.5 センチか。だからケースはかなり選ぶと思うし、なんか重みもすごいあると思いますね。ちょっとこれもなんか今もう、なんか重みで沈んでる感じもするんですけど、こうやって縦置きにした時でも重みを感じるくらいなんで、これちゃんとこうやって横に置いて、なんていうの、普通のケースに入れたら絶対にグラボステイ。まあ、グラボステイね、ツイスさんで初めから絶対それつけてくださいね。それがこの長尾さんの、これよかんじゃないですか。長尾さんのグラボステイ。こちらでもいいですし、やっぱね、グラボステイは絶対に必須ですね。このグラフィックボード。間違いなく必須です。重すぎます。はい。でかすぎるし。ただそれだけですね。あとはもう完璧にかっこいいし、何せ新品ですしね。今回は RTX4070。使用感。使用感ってことじゃないね。かっこよさ感は分かってもらえたかなと思います。ただただかっこいいです。四角いのいいでしょ。四角いの。真四角。そういうのもポイントですし。私はめちゃくちゃかっこいいと思います。それではね、今度はね、これを使って AI でお絵描き。ステーブルディフュージョンとかで遊んでいきたいと思います。いいのができたらね、アイコンとかも変えていきたいと思いますんで、私のベンジャミンラボの。もうあの女の子ちょっと飽きたんでね、今度はね、もっと違うアイコンにしようかなと思っております。それではまた、バイバイ。かっこいいは正義。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。